ジョン・ハッセルは1960年代から活躍するアメリカのトランペット奏者であり作曲家である。ミニマリズムや様々なワールドミュージック、そして自身のトランペットを音響信号を処理したものからのアイデアを統合した第四世界という音楽コンセプトを開発したことで最もよく知られている。その概念はブライアン・イーノと1980年にコラボレーションしたアルバム、 第四世界の鼓動に最初に明確に表現されている。また、シアター・オブ・エターナル・ミュージック、トーキング・ヘッズ、ファラフィーナ、ピーター・ガブリエル、アーニー・ディ・フランコ、テクノ・アニマル、ライクーダーといったアーティストとも仕事をしてきた。アメリカ合衆国テネシー州メンフィスで生まれで、ニューヨーク州ロチェスターにある、イーストマン音楽学校で修士号を取得した。この間、ヨーロッパのセリエル音楽、 特にカール・ハインツ・シュトックハウゼンの作品に関わったので、イーストマンでの修士後、ケルンのニューミュージックコースに2年間留学して学んだ。ハッセルは1967年にアメリカに戻り、ニューヨーク州バッファローでテリー・ライリーと出会い、1968年にライリーの独創的な作品として知られるアルバム、インシーで最初の録音を行った。彼はバッファローで、 音楽学を専攻し、博士号を取得した。そして、ニューヨークで、ラモンテ・ヤングの、ドリームハウスに加わり演奏した。1970年代初頭に、バッファローに戻った時、ハッセルは、キラニックスタイルで歌うスペシャリストである、インド人、パンディット・プラン・ナートの音楽を紹介された。ハッセル、ヤング、マリアン・ザ・ジーラ、そして、ライリーは、一緒に、ナートと学ぶために、 インドへと向かった。ナートとの仕事は世界の伝統的な音楽に対する彼の欲求を目覚めさせ、アルバムバーナルイクイノックスでナートが見せたボーカルテクニックを模倣するためにトランペットを使用した。彼は言う1973年からそれまではトランペットでラーガを奏でることに夢中になっていました。その部屋に入れる器用さが欲しかったし、 他の誰にもできないようなことができるようにしたいと思っていました。私の目的は特定の国やジャンルの音楽であるとして単一の要素を選ぶことができないような横断的な瞬間に垂直統合された音楽を作ることでした。1980年にアルバム第四世界の鼓動でブライアン・イーノとコラボレーションした。1981年にリリースされた マラヤの夢語り第4世界ボリュームには、ピーター・ガブリエルが主催する第1回オーマットフェスティバルへの出演に導いた。彼は、デビッド・シルビーアンの最初のソロアルバム、ブリリアント・トゥリーズ、そして、シャーマンの言葉を楽器演奏でフォローアップし、共同で作曲した。1980年代後半、ハッセルは、ガブリエルのアルバム、 バッションというマーティンスコセッシ監督の映画最後の誘惑のサウンドトラックアルバムに参加した。ハッセルとピート・スカテューロはテレビ番組ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルのエレクトロニックなテーマ音楽を作曲している。1989年、ハッセルはティアーズ・フォー・フィアーズのアルバムシーズ・オブ・ラブに参加した。ハッセルは2021年6月26日に亡くなった。 前年から健康上の問題を抱えていたという。ハッセルは世界のエスニックなスタイルと高度なエレクトロニックテクニックを組み合わせるという特徴を持ち、統一された原始的かつ未来的なサウンドである彼の作品を説明するために第四世界という用語を作り出した。西洋以外の伝統的な音楽に加えてハッセルのスタイルに見受けられる マイルス・デイヴィスによる電子楽器の導入やモーダルなハーモニー、そして控えめなリリシズムといった点から評論家はマイルス・デイヴィスからの影響について注目している。録音でもライブ演奏でもハッセルは西洋の楽器を使ってモーダルで眠りを誘うグルーヴを作り、その上でナートによるキラニックボーカルのようなビブオンを活用したトランペットによるフレーズを演奏する。ありがとうございます。